はい。それでは、クイーンカップ、京都記念、共同通信杯、事前調査行きます。はい。副、え、調、ー、生活残念でした。ヘブンディーです・す謎の5着。どうしたかまた。これ、レースまた開催しましよう。はい。キサラギ賞ですけど、なんと、大荒れ。ダノンチェイサー1着など23着。誰や誰や言ってるドの23着でした。ありがとうございました。全くダメでしたね、これ。はい。京都、東京新聞杯は、えー、ボクサーだったんですけど、 サトナレスねえ、押してただけにせっかくやったら2着着て欲しかったですね。なんと3着あっちゃっぽーしと思って。まあ、レッドオルガード押されたんやけど、これ本命対抗のワイドとかなんか適当に買ったらよかったですけど、すいません。こういう時にやっぱり買ってないのが足らればですね。はい。で、別撮りしてました東京新聞派やサトナレスについての放送をご覧の皆さんありがとうございます。はい。 えー、サトナライスの効果でまた登録者増えたと思っておりますわ。はい。えーと、レッド、レッド、オルガと両方来て、ワッシュワッシュ出た方もいたんで。はい。私の珍しい予想が当たったんです。よしとしましょう。はい。チャンネル登録者あと何人ですか ?12345。あと6人ぐらいだぞ。頑張って。あと6人1000人やぞ。もうちょいや。はい、頑張りましょうはい。ということでもう総集しか行きましょうか。レッチェコー はい、妄想収支ですけど、東京新聞杯だけ一応ボックス拾えたんで、まあ、若干下がりましたけど、回収率102%ですね。はい、よろしくお願いします。あと、読書生活がダメですね。中京終わってもうたか、これで。えー、開幕週2個当たって、さすが中京やと思ってたんですけど、4連敗ですね、中京でやってもうたね。はい、回収率79%です。また次、小倉ですか小倉でやる気してりませんけど、東京、京都、小倉で頑張りましょう。ちょっと痛いな。 はい。ということで、出走表行きましょう。はい。それでは、事前調査、出走表行きましょう。えー、その前に、都合良くても悪くても放送します。はい。今回また都合悪い方です。中京2200。無難に選んだはずなんですけど、無難じゃなかったと。11番、ヘブリンデーズさんですね。私はあんま見てなかったんですけど。うん。はいネ、ね、プチューナイトが馬券絡んだんですか、結局。あ、ちゃーと思って。 うん、そうか。ひねくれすぎたな。ケイティさん、だいたい川の時に来るんで、藤岡さんはね。はいね、川田くんだったんですけど。とね、11番ですよね。そんなに悪くない位置っていうか、いや、悪かったか。いや、悪かったか。はい、11番見ますけどもでもネプチューナイトの後ろってことで。 うんちょっとしかも押えすぎですとかね、やっぱりね、縦長の1000メーター1分2秒通過でね、プチナイトの一度りぐらいしとかんとまずいよっていうことで、やはり時計を見るのはやはりデムちゃんのめちゃ最強怪人ぐらいなんで、やはり日本人にはダメだと思いました。うん、やはりあなたたちには単位時計の感覚で思うのがないのでしょうかほんまに揃いたい。ほんまに揃いたい。はい。 え、押し上げていきんですけど、やっぱりネプチューナイトの後ろってことでやっぱり一度でかわいんですよね。うーん。一番人気をマークするっていうのはわかるんですけど、はい。最後外もね、はい。中距離特有の外に振られるコース形状で振られまして、はい。ネプチューナイトは綺麗にね、外振られてもいいような対応してたんですけど、ヘブンリーデイズやはり外回した分で遅れまして、5着です、これ。何して何して しかも、ジョイさんとか完全だけ残ごちゃうか生もん食えないかな、これ。はい、ネプチナイトありがとうございました。おめでとうございました。おーい。おい、ヘブンリー。ヘブンリー、そのケバチャやろ、お前。もういいですかわかりました。ありがとうございました。それでは、出走行きましょう。まず、クイーンキャップからです。すいません、クイーンキャップ出てますはい、出てます。クイーンキャップ。えー、3歳オープンのヒン馬戦ですね。はい、えーと、 えー、クラシック路線、こっからスタートかんんアフェアリーステークスだったんかうん。まあでも、フェアリーステークスと違って、クイーンカップと、えー、チューリップ賞が基本、オードクイーンカップスのオードじゃないけどまあそこら辺ですね。フィールズレビューってそんな直行箇所に直結しないんで、だいたいクイーンカップか、えー、チューリップ賞が、だいたい、有力が出てくるのかなはい。で、東京戦六、 ですね。再び、えー、再びっていうか、えー、前回に続いて、東京新判について東京マリです。うん。一番人気、予想図ですけど、クロノジェネシス1.8倍、ビーチサンバー3.0倍、ミリオンドリームズ5.3倍ぐらいだったんだ、まあ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 って感じです。うん。で、まあ、確かにそれはクロノジェネシスが一番人気でしょうってことで。うん。えー、ダノンファンタジーで負けましたけど、はい。後方から、くっそ早上がり最速。はい。 えー、IB ステークスですか。はい。東京1八8で上がり、くっそ早上がり、30秒5叩き出して1着と。うん。えー、東京舞台いますし、うん。マイルも前走えー、経験してますんで。うん。まあ、この、えー、クロノジェニシスと、まあ、とりあえず本命候補しておきましょうか。あと、ビーチさんはですね。こちらも、まあ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 、この人でしょうか。 いうことないですか。えー、この馬も前走、地面のフィー3着とアルテミス・テークス2着ですね。はい、えー、東京、えー、マイル2着。で、この馬、確か、トピー・チ・さんバ、確かこの時特注棒って言ったんやね、確かね。はい、ってことで、やはり黒船3区ですね。この舞台、東京マイル等々、爆走しやすい3区なんで、うん、えー、今回も買っておきましょう。アイロリット等々、馬券絡んでる可能,可能性あるんで、アイロリットも黒船ですね。うん、やはりこの決闘は絡むみたいです。 うん。まあ、どっち褒めにするかは本チャンで決めます。うん。というのも、えー、この舞台ね、えー、特殊部打ちたいんですけど、特殊は今回、えー、なんとか面白いものんですけど、これっていう特殊部はいません。で、えー、なら何,何、何、何予想しようかなと思ったんですけど、はい。えー、クイーンカップ、えー、先週の、えー、東京新聞杯でも見ましたけど、えー、この時期ね、多少打ちが傷んでてもね、 うん、うちは基本う、うち枠は基本有利です。はい。もうこの冬開催、基本うち枠有利です。うん、えー。東京新聞杯、クイーンカップ、そしてこの後共同通信杯も行われますけど、やはり外枠は不利と。はい、えー。素直に受け取りましょう。えー、去年も、はい。えー、フィニーフィティー。確かこれ、なんかバケンワイドった気がするんですけど、えー、そしてアルージャーも来ましたね。うんで、 まあ、テトログドラゴンも確たコンだやったよね、私ね。うん。確か馬券ちょろっとった気がするんですけど。うん。で、えー、ここまず、えー、もう先週の東京新聞杯と、えー、考え方は一緒です。はい。えー、まず東京戦六、えー、爆走します、えー、ディープサンクですね。はい。えー、こちら、えー、先週も結局里のやつ馬券ね、言った通りらいました。そして、えー、レッドウルガ。 もう変わりました。まあ、あ二丁とも東京マイル実績あるという前提のディープですね。うん、そこで決まりましたんで。えー、今週も変わりありません。はい、去年も結局、フィニフティと、えー、アルーシャ来ました。で、ディープサンクを多う時どうやって選ぶの中高トレはそれも先週いました。はい、えー、さっきも言いましたけど、内枠。はい。去年、えー、ディープサンク、私結構印しました。エマウリア、オハナ、レッドベルローズ。はい、あとフィニフティとアルーシャ、5等を印ディーポってパワーでしてしって印したんですね。で、 結局、二桁で見てね、えー、上位印、あるいは上位人気をう者たちが全てことごとく外れたんですよね。しかも実績の場ね、はい、えー、ジムのフィリーズ3着場とか、はい、500万買ってますよとか、フェアリーステーク3着のこの上位3頭のディープ。こちらが見事に飛んだわけですよ。なんでか。はい。100%とは言い切れませんけど、枠順ですよね、どう見ても。うん、で、結局、うちのディープも怖い子抑えとこうって言ってた、えー、フィニフティとアルーシャで決まりましたよ、ちょっとえ、そうでしたよね。 そうでした。違いました。違いました。ごめんなさい。うん、そうやね。はい。そういうことです。わかりましたか。去年これ3連単3連単取れたんやろ、これ。あっちゃん、7万もついたんこれ。あっちゃんポぽシし。あっちゃんポぽシし。はい。なんか俺そんな取ってなかった気がする。ワイドだけ取った気がする。なんか取ったっけな覚えてない。なんか取った気がするけど、覚えてない。はい。そんな感じです。えー、基本宇宙枠。えー、うちが完全有利ではないです。けど、えー、基本買うなら宇宙枠。うん。宇宙ならも何でも買えじゃなくて、うちのディープを買えってことです。よろしくお願いします。はい。 えー、おととし、アダマーミヤビはね、え、百日総特別とかいう意味やから強いとこ買ってもうたんで、まあ、これは度外視して、え、アイロリット、フルエスマジック、え、宇宙より、まあ、アイロリットはね、ースタートなんで枠順関係なかったんですけど、はい。えー、3年前、メジャーエンブレム、ロッテンマイヤー、そしてフロンテン役員ですね、ここら辺も基本宇宙枠です。はい。力関係がほぼほぼ変わらないともから変えと言っております。はい。で、えー、事前調査の時点、あるいは15調査の時点で枠順決まってませんので、 で一応、自転調査の段階ではね、えー、特注は決めとかんと、とりあえずディープを押さえておきましょうってことで、はい、とりあえず残りのディープはすべて印てときます。はい。で、まあ、ミリオンドリームズだと豆腐汁をどうするかっていうのはまた次決めます。事、え、後、ー、調査で決めましょう。 はい、ここそんなね、正直ディープをスタイルぐらいしかヒントないんですよ。枠順決まってないんで。ミディオ奥さが堀さんとこやから面白いかなーと思ったんですけど、いつもここの堀さん飛ぶんでね、いっつもこの、クイーンカッポの堀さん不安定すぎるんでやめとこうと思って。かといって、レッドベル DS 誰乗るんかなーって見たらラララ、ルメちゃんおらんから、あと、なんとブロンさんと思って、誰やブロンブロンってなんでやめとこうと思って。ブロンブロンブロンって方なんでやめとこうと思って、なんかやめとこう。はい、どないしようかなーと思って。うん。んで、 まあ、上位2頭もね、正直枠10、まあ11頭立てなんでそんなに大げさにないですけど、まあ大外引いちゃったりとかしたらもしかしたら割引は必要かなーと思ってます。そんなもんしておきましょうか。はい。えー、そんなもんしておきましょう。クイーンカップそんな言うこと今んとこないです。すみません。とりあえずディープのうちを変えってことだけ、えー、遺言残しておきましょう。はい。で、次行きましょうかね。やったっけ、次。えー、どっちやどっちや京都記念やな。京都記念行きましょう。はい。えー、京都記念からやんな。 うやでな。確かせ。はい。順位到達ですって。はい。えー、去年誰買ったレイディオロじゃあクリンチャーか。レイディオロ負けただっけ。あ、そやバルージュで負けたんか。あ、そうやそうやそうや,や。去年クリンチャー買ってね。道役やってね、そやね、はいはい、了解。うん、了解。それ3年連続道役やん、ね、今日記念で。うやろ。里のクラゴ2回買ってるぐらいだからな。うやね。3年連続道役やん、ね、何回見とこう。4年前はパンパンやったやろ。そやね。 これがなぁ、今年どうなる今年雨震えてたっけ雪震えてたっけ知らん。わかりません。はい。えー、で、えー、今日都記念ですけど、予想図をお借りしましょう。はい、レンタルビデオ。何がレンタルビデオ、これ。はい、えー、一番人気割れてますけど、一応ステイフリッシュか。はい。ね、あとパフォーマンプロミス。あとマカヒキ、ノーブルマーズ、ダンビュライト、タイムフライヤーと。はい、えー、人気場が結構しあっております。 うん。えー、まかンジョイ岩田さんって聞いてました、確か。そうですね。はい。マカヒキの再び復活か。あるいは、バフォマンプロミスが、前走あれ負け年経験者残惨敗を生かして巻き返しか。タイムフライヤーの復活か。えー、ステイフーリッシュ、ここで伸び盛りか。はい。どうでしょうちゅうことって。ダンビューライトも可能性ありますよ。ちゅうて、リベンジアイジュ。はい。ここは、本命と特注場だけ。打っておきます。通すもそんな多くないんで。うん。 えっとね、まず本命は今んところ予想で一番人気ですけど、この前しときましょう。ステイフーリッシュで素直に行きます。抜けるんでしょうか人気。パフォーマープロミスちなみに人気出ませんか無理。俺パフォーマーが一番人気と思ってたんやけど、違う言い過ぎこんなの方が実績あるから、一番人気かなと思ったんやけど。アンジョ誰あー、福永さんか。福永さんじゃ人気出えへんか。なるほど。でも、藤原に福永さんがある程度お話は合ってるんやけど結構話は合ってるんやけどな。 共同通じいに安城が行ってもんかな。ま、しゃ、今どうでもやもうこれ。宇宙ってればいいじゃん。アルゼンチン買ってるんでね。はい。えー、このものが正直人気出るかなと思ったんですけどね。うん。ただ、このまま、あ、味方からしたら普通に考えたらあれですよね。有馬記念に出た後にね、えー、ここを使ってきてるんで、まあ、休み明けの叩き台ですかね。この後大舞台出るとしたら、やっぱりここは本気じゃないんで、うん、もう重賞買って持ってるしね。多分ここは本気じゃないと思ってるんで。一旦スルーかなって感じがします。うん。 超維持ですね。考え方は超維持。まあ、あステゴストール決まりそうなんですけどね。はい。まあ、このまま、自己調整をする手術として、やっぱどっちかっていうと、やっぱこっちの方が、えー、伸び盛りでしょう。はい。えー、まず、えー、京都にいて、ね、えー、非根幹距離って言いますし、えー、コース形状独特なんで。うん。やっぱり、えー、去年、 京都新聞杯一応3歳限定戦ですけどここでえ勝ち切ったのはデカんでかいンとで大体このまま成績残しての基本安城風獣化祐介さんですよねはい金層2層ともチャレンジカップそして前層中山金杯う祐介さんが頑張ってますんではいでここねチャレンジカップ使った後ね、えー、中山金杯使って外枠赤い印でまあ内容も強かったですしうん で、えー、まだこのまま重症が3歳の時しかかってませんってことで。えー、賞金はね、多少は足りてるんですけど、3000万ぐらいあんねろ確か。そやろなのに、えー、ここ大舞台まだ目立たさんとここね、もう一回刻んでくるってことは、おそらく普通に書き、勝ちに来てるはずなんですよね。うん、このレース感覚、えーり、えー、臨戦家庭見てると確実にここは、しとめてくるなっていうのが見えてますわ。うん。 明らかにね、2000メートルがベストじゃない。うん。もう前走とか動き見てると分かりますもんね。前前奏もそうやけど。明らかに2000より2200、2000の方が適正あるのに、わざわざ2回ね、このこお試ししての追求時なんで、明らかにここで本気ですよね。うん。この後逆にどこ行くのって話なんで。はい。捨て小屋から続いって、長距離向くかっていうと、うーなんなで、やっぱ2200がベストだと思ってる。2 4 0 0億かな、最低でも。うん。 ま、ここでしょうね。勝ち切るならここだと思ってます。はい。で、これに対してドクチューバは、このままですね、4番人気ぐらいあ、ね、そうですけど、一応ノーブルマーズにしておきましょう。おそらく対抗ぐらいあると思いますけど、はい。まあ、ここでしょうね。はい。えー、だいたい最近活躍したがちょっと前目つけてるの競馬、ここら辺ですね。メグロ記念2着とか。まあ、宝記念はちょっと、えー、後ろから3着でしたけど。ま、あどっちかレキュラーっていうのも強みですし、 はい。前走は日経新春を、はい。え後ろをずっと下げて、最後上がり使って2着です。いや、4着ですから。上がり2位ですもんね。はい。ま、器用な馬ですね。で、え今回、えメンバー見てると、もう明らかにどっちから行った方がやりやすいですかって言うと、明らかに花を奪いに行く方が絶対やりやすいわけですよね。うん。ってことで、ここで花奪ったら結構面白い。 競馬するんちゃうかなと思って期待してます。番手でもいいですけど、多分おそらく花奪いに行くでしょう。他に奪いに行く馬がいませんもんね。うん。しめしめで京都と周り逃げたらね、最後あっさり逃げ切っちゃう可能性もあるしねはい、えー。京都は内回りより外回りの方が捕まえづらいんで覚えておきましょう。はい。えー、3コーナーのね、えー、上り坂、特大坂がね、結構、えー、高低差激しいんで、はい。もう行ったら行ったまま外回りは勝っても重いんで、頑張ってください。うん。 この馬やと思ってるけどね。カザんなきゃなんてのは、4番人気やから大したカザんになりませんけど。うん。もうちょっと人気落ちると思ってんいけどな。ダンビライトとか人気やと思ってるけどな、俺的に。うん。ダンビライトの方が人気出るでしょう。多分。ダンビライトやろう。多分人気やうん、と思ってます。何回目とかダンビライトやろう。はい。マブルマーズさん、ちなみに京都の成績どうですか教えてください。はい。一3、5、4ですって。 ベリーボーディーです。ありがとうございました。はい。最後に共同通信派行きましょう。こちら8頭だってですって、もう誰か1頭競争中止、出走回避したらもう7頭だぞ、これ。やばいぞ、これ。やばいぞ、これ。全然面白くないわけやぞ。はい。えー、ただですね、えー、この舞台もアクシデントありってことで、去年は6番人気、3番人気、10番人気の組み合わせ。 おととしは、おととしも2番人気、しかし、相手に6番人気が入った組み合わせ。3年前、なんと男性1番人気が飛んで、6番人気、5番人気、3番人気の組み合わせ。こちら10当てでしたけど、1、2番人気、特に1.9倍のハートレーも飛んでもうたんで。はい、3連打がなんと9枚もつきましたと。はい。で、今年も意外とこういうことがあります。共同通信杯、はい、意外とね、有力馬出ますけど、不思議なことにト通すもん、サイみたいに、えー、重き切り手型が決まりづらいレースとなっております。うん。 四五年前まではね、大体普通に決まってたよね、俺。それで知ってるね。ゴールシアロディープリアンテル、スピルバール、知ってる、知ってる、知ってる。知ってます。イスラオベル・キャニオン、サタナジロ知ってる、知ってる、知ってる。ディー・マジェスティンの時から来るってん、これ。ディー・マジェスティンの時は、ええー、と思って、えー、と思っと、ハートで飛んだと思って。うわ、スマートフォンでも飛んだと思って。 で2年前はまあもう硬いかなと思ったけどに、えぇ、トルディーンよと思って怒って。はい。去年とかね、オーケームーンと思って、サトン・ソルタス、M、エイマン、エマンないんだと思って。これ、ゴーホーザサミット来たパンやったんちゃうかって、これ。あ、そうやね。思い出したわ、これ。思い出したわ、これ。そうやわ、サトン・ソルタスでどうのこうの言うとって、そうやわ。これ、エイマンド・エンド来て、ワッチャーってね、これ何に負けた離された離さ。そうやわ。 そやはー思い出したわ。思い出した。思い出したくないもん。思い出した、これ。そやわ。あ、もい出です。かけなし。ありがとうございました。はい。で、予想図をお借りしました。はい。えー、明らかにもあれですよね。アードマイマーズですよね。知ってます。クラジュゲリーに言えば人気です。知ってます。まあ、京都2歳2着。じゃあ1着で2勝でしょで、こっち4勝負けなしでしょう。まあ、そらそやろね。まあ、強いでしょダノン・キングリー、ホッサマグナまでが人気出ております。うん。 んで、ここね、マードメマーズが確かに強いんでしょうけど。うーん、18度でしょうってうことで。まあ、4勝負けなしで、まあ、これもまま負けなしできたそうですけど。モードな舞台でしね、こう買ってくると思うんですけど。何が起こるか分かんない競馬なんで。まあ、馬券、もし、美味しく買う方おるならね、正直もう買わん方が正解か、あるいはもうワードメマーズ覗いた。 三連服ボックスかどっか適当にいい三万人キャラ、七万人キャラのボックス千円買うって方は多分賢いと思います。頭ドマヤマーズから買うてる場合ではね、おそらくベタ買い重きガッツリ顔をする方じゃない限りね、まともに儲からないと思いますわ。うん。アドマヤマーズの馬券を千円買うて多分帰ってくるの千二百円とかでさ、多分。うん、多分そんなもんやわ。はい。で、まぁ、あ、クラージュゲリエもね、もう前走買って強かったんですけど、銃も賞金足れてますし、共同通車本気かっちゅうと、うん、なんて。うん。 正直、まんとこね、本命打ちづらいんですよね。はい。で、まあ、そんなかちょっと面白いんが、ダノン・キングリーが面白いんかなぁと思って。はい。ダノン・キングリーさん、えー、に、こんなもん2勝負けなしです。えー、ちょっとこう、こわままだとグラジュエリーの鍵に潜めてますけど。はい。3番人気はちょっとさっきさんですけど、東京マイル買ってますし、前走も、えぇ、ー、ケナで、えー、しかも、2着場にコンマロク差。 はい。圧勝してます。えー、おそらく馬券ちょっとかじった方やったら、このま,まから買うん違うんかなと思ってます。うん、クラージュゲリエ考えたこっちかなって言ってる方多,多いと思います。多分ね。うん、わかるわかるわかるよ、それは。理解できた。えー、2, 2層とも8枠、いわゆる戸崎 KT さんが好きな枠順。うん、から買ってます。 ベストですね、今までの成績。そして、ジープにかけるストームキャットってことで、黄金決闘です。萩原さんとこってことで、双熟系ってことで、今が旬かなと思います。はい、ダンドキング一応対抗ぐらいにしておきましょう。アダムマーズ、クラージュゲリアちょっとまた考えます。多分アダムマーズ本命にすると思うんですけど。うん。で、あと面白いのが、まあ、ホストマグナもね。はい。えー、前奏中京戦4で上がりが33分の7です。見ますこのワシ。ステッキ入れた。 すて切れましたっけ、これ。はい、4コーナー回って、ピンクの15番が、斜めに行くが、ちょっと一瞬、一瞬、こんにちはかなと。一瞬ね、ちょっとね、こっち向くんかな、カメラ目線で、こんにちはかな、ただ、向きませんよ、ちょっと一瞬、こんにちは、言うてあもういいです、で走りに行きますよ、でうて。めっちゃ怒ってなこれ。カメラ目線もいいですか行きましょう、でわかりました、了解です。ごめんなさい、ではい。 確かそんなまともいステッキなかったはずやねんけど。はい。ちょっとお流しただけでも軽く。しかも足がすごい。足がすごい。四五番手からこの足また繰り出せるんっていうぐらいで。ぴょん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 。これ圧勝ですごい。流してます。最後。はい。強かった。うん。おじるめやし。えー、ここ確かフランケルですよね。あ、すいません。フランケル違う。<laughs> めっちゃ嘘ついた。はい。ウォーフロントです。ごめんなさい。全然フランケル。<laughs> いいっす フランケルちゃうかってごめんなさい。フランケルあれね、ビニオンドリームズやよね。間違いましてごめんなさい。はい。まあ、フジルメめ、藤ルメって言いますけど、結局前走でターボロンド5着やったしまあまあどうかなと思って。はい。一緒だけですけど。まあ、一緒だけやからこそね、こう勝ちに来るってもあるんでしょうけど。うん。はい。まあまあまあ、印は折っておきましょうか。そんな印打ってる場合じゃな,きゃい,けないけどね、8等やから。で、もう一回面白いのこのシュバルツリーゼ。 はい。前走東京戦八王の舞台ですね。この舞台と勝ちました。上がりが、えー、他の人たちより確かに、はい33秒6なんか意味の話ですよ。走ってます。はい。で、今回、安城が石橋さんってことで、ってことはやっぱ堀井さんのとこやなっていう感情の乗せ方してきましたし、うん。えー、このまま負けなしってことはそこ力わかりませんので、うん。まあまあ、面白いんじゃないかぬないかぬーと思ってます。はい。 ちなみに、クラージュゲレーって新馬線どうかやって札ラって買ったのあにさ、2歳、札幌ニ歳挟んでるんか。はいはい、そういえばそうやったな了解です。で、ここね、えー、今、印ちょこちょこ打ちましたんで、アドマンワーズクラージュゲリーはで考えます、言いましたんで、ここね、ホッサマグラダノンキングリ、えー、シュバルトリーゼ、面白いんですけど、そうじゃなくて、ここ1頭注目したいのはそうじゃなくて、ここですね。多分、全く人気ないですけどね。一応ちょっと注目しておきますわ。はい。ゲバちゃんですね。 これね、面白いと思って。で、東共同通信杯って、東京戦8で、うん、一見ね、えー、この時期、えー、特有の、特有ってこの時期得意のハーツクライ3区ですね、冬場ね、えー。ディープよりハーツクライが活躍しやすい距離、舞台となってそうなんですけど。 意外や意外、ま、あ3歳やからなんかな。体がやっぱ、晩生型のハーツくらい見え、ここ3歳では厳しいんかな。だい大体ディープサンクですよね。去年、ゴールサミットハーツから四4着ですもんね。外の方だったら着。うん。やっぱ仕上がりが早い順に来てるんかな。はい。えー、おととし、ムーブザワールド3着。まあ、スワブリチャイド勝ちましたけど、このももともと出来上がってましたし、ハーツくらいの中では特殊な方なんで、ちょっと無視。うん、すごく無視。 はい。3年前ディーマジェスティ買ってますし。はい。蓋開けてみるら4年前もリアルスティール、5年前もベルキャニオン、サトナランアジェット、すべて基本ディープです。はい。やはりディープです。え、先週、ね、今日言いまして、ね、東京新聞、はい、ディープ。はい。 ディープを書いています、ね、ディープ買うィープ人気ないディープかえってことで。ダラウンキングリーも面白いんですけれど、それやったらゲバラ見てみようと思ってね。7番人気でオンジオオノさんでちょっとほんまにハテナが多いんですけど。うん。で、このままただ人気ないディープの方からね、評価したかっちゅうと、そうじゃので、ちょっとね、一個だけ注目したいとすると、一応冬開催、まあ、ちょっとね、先週レコード決着でね、東京新聞ムレコード出してしまいましたけど、うん。 やっぱり冬開りなんでね、要所を落ってるってことで、多少やっぱね、早い時計でも多分なババやと思ってるんですわ。うん、わ。はい、思ってるんですわ。で、その中で、え、上がり最速使えるの非常に武器なんですけど、上がり最速場ってさっき見たけどいっぱいいましたよね。その中で何の上がり最速注目したかっていうと、えー、早い上がりじゃなくて、早上がりっていうかその、早い時計の上がりではなくて、ではなくて、はい、逆ですね。 はい。今、時計はかからんけども、パワーのいるが、パワーのいる馬場での上がりを考えると、逆に今、時計、上がりの時計は遅いけど、最速。意味わかります上がり最速やけど、最も遅い時計で買ったこの馬が一番向いてるんちゃうかなと思ってます。ちょっとかなり、えー、頑張ってもらわなあかんのですけど。 はいゲバラズさん、えー、前走ですね。えー、束が36秒後半、前半、ギリギリ、37秒かかるのか、1三35秒5の上がり、臭いです。んで、これ京都の新馬戦なんで、具体的にはまあわからんのですけど、ただ、京都って言ってますよね、えー。今年の冬開催、時計かかるよと、タフな競馬になりますよって言ってます。はい で、えー、この日もね、ゲバラスさんが3歳の審発戦で35秒5の足やった、上がりやったんですけど、はい。で、この時にダだと組まれるのは見てましてもね、うん。えー、最速でノーブルスコアの35秒1。しかもこれ3歳のオープンですよ。オープンなってんの。しかも距離専用なのに35秒台しか上がり出ません。ヨドタンキューステークスね、ね、えー、33秒台の上がりがいいと思いませんと。これ考えると、えー、今、 この、えー、何でしたっけゲバラか。ゲバラはなかなかこのパワータフのある中ではいい競馬したんちゃうかな。もしかしたら冬回数合うんちゃうかなと思ってます、えー。腐ってもディープ。人気ないディープ。東京、共同通しないと走るかもしれないディープ。頑張ってくださいくと。で、前走を見ておきましょうってことで、ゲバラさん、ゲバラさん、内側にいますか、ゲバラさん。はい。はい、で、ゲバラさんですね。はい。えー、さっきまでロスな空調打ちったんですけど。 うんあ。すいません。また間違え、また、また、うわあまた、寝落ちした。また寝落ちした方がいいです。はい。で、最後ですね、4コーナー回るときに赤棒なんですけど、はい。めっちゃぐちょ外回ってますよね。見えますかもう、後方10番手ぐらい大挙なです。外側のピンク、赤い帽子です。これですね。はい。今から行きますよ言う。うん。外から7列目ぐらい回しましたけど、こっからでも届くんですからね。新馬戦でちょっとこの上がりはちょっと期待しますよね。 うんエンジンかかってからめっちゃ速いです。一気に飲み込んだで一波論かからかかからんかうちで飲み込みました。はい。で、うちの前が有利になか最後しっかり差し切ってますんで。しかもタフなとこでね。これちょっと面白いんちゃうかなと思ってます。人気ないディープは帰って言うんで。えー、8立ての7番人気知りません。今まで結構人気ないもいっぱい来ましたから私は知りません。 はい。あとラと7番人気知りません。じゃあ、聞きましょう。3年前。6番人気、5番人気、3番人気。去年、10番人来てますよ。順位と立てて。って私は言いたい。しかも、100番人は来てるんですよ。って私は言いたいん、ね、で。私は言うぞ。私は言うぞ。はい。ということで、頑張ってください。ゲアバラさん。無理かな。<laughs> 半城大野さんでしたな。はい。ということで、このまましておきましょうか。 うん、まだ事後調査ですね。はい。えー、案とちょっと決まってからまたお伝えしましょう。はい。ということで、事前調査は以上で終わっておきます。ご清聴ありがとうございました。